農業者人口激減しています。法人も含めた農業経営体数は2024年時点で100万経営体を切りました。2050年には20万を切ってくると。今から25年後には農家数が5分の1になる。そんな中でも食料供給はなんとか維持しなきゃまずいぞという危機感は当然のようにあります。どうもこんにちは、農中分会の松本です。今日もよろしくお願いします。このチャンネルでは農業に関するお役立ち情報をお届けしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。先日ですね、市役所からお手紙が届きました。農務課からです。ざっくりと言っちゃうと、あなたが借りている農地について利用権設定が令和7年4月から廃止になるので、農地中間管理機構へ契約を移行していくということをお知らせします。つきましては、今後の農地利用について、あなたの経営状況とか今後の展望について教えてくださいといったようなものでした。そうなんですよ。実は去年、令和5年に法改正があって、農業経営基盤強化促進法っていう法律なんですけども、この法改正によって農地の貸し借りで最近トレンド、主流になっていた利用権設定を使った貸借が廃止になると、これからは農地中間管理機構、通称農地バンクへ農地の貸し借りについては一本化をしていく、そういう改正があって、令和7年4月からそれが施行されていくんですよ。この農地の貸し借りについては実は3種類あって、1つが農地法の第3条を使った方法で、もう1つが利用権設定、そして農地中間管理機構、この3本柱で最近運用してきてたんですけども、ここから利用権設定は廃止して第3条と農地中間管理機構にするっていう流れです。農地法第3条については最近あまり使われてませんので、実質は農地を貸し借りしようと思ったら農地中間管理機構一本になるっていうことです。この流れって当然ですけども、国に何らかの意図があってやってるわけですよ。そりゃそうですよ。わざわざ法律を変えてまでやることがノリでやってるわけないです。気まぐれなわけがないんですよ。じゃあ何を狙っているのか。また農家いじめだろ、外資に乗っ取られる売国どどもが、みたいに変な勘繰りをして政策批判する人たくさんいるんですけれども、このチャンネルはそんな路線じゃないんですね。個人的な推測が入らないとは言いませんけども、農水省が出す一次情報とか統計データをもとに冷静になるべくお伝えするようにはしてます。主義主張は大切だとは思うんですけども、議論の題材になるような内容でお届けできればなと思って動画作ってますので、何かを批判したりとか煽ったりはしません。ですので、冷静にこうコーヒーでも飲みながらゆったりと心を落ち着けて聞いてもらえればと思います。あと、農地を貸し借りする当事者、つまり生産者にとっては、農地中間管理機構に農地貸し借りが一本化されるっていうことにはどんなメリットとかデメリットがあるのか、そもそもなんで一本化するのか、自分にはどんな影響があるのか、これ結構気になると思いますので、このあたりを含めて解説をしていきます。令和7年4月以降、国は農地の貸し借りをするときには農地中間管理機構を使ってほしい、というかこれだけを使ってくれって言ってきてるんですけど、この農地中間管理機構について簡単に説明をしておくと、もともと農地の貸借っていうのは地主と耕作者で交わされる契約で、この両者の間に行政が入って、この1対1の貸し借りをマッチングするっていうのは基本だったんですよ。農地法第3条とか利用権設定というのはこの形です。でも農地中間管理機構はちょっと違うんですよ。この団体に課せられている使命というのは農地の集約化で、バラバラに点在している小さな農地を一旦まとめてから、これをやる気のある担い手の農家にごそっとまとめて貸し出すことで効率化とか大規模化を進めていこうとしてるんですよ。一旦あちこちから農地を借り受けておいて、いい感じになるまでプールしておくんですね。でまとまったところで耕作者へドンって貸し出すんですね。そうすると農作業の効率化とかコスト削減が進むようになるので、規模拡大による生産性の向上が見込めると。さらには契約の一本化も進めてます。地主さんごとに1対1の契約を結んでると、もう10ヘクタールとか100ヘクタールとか農地を借りたりして、何十人何百人の地権者、地主さんとのやり取り、地代の支払いやらご挨拶やらですっごい膨大な時間を取られて、
結構これしんどいんですけど、この契約を一本化してます。地主さんたちは農地中間管理機構と契約を交わして、生産者は農地中間管理機構と一本の契約を結んで地代をまとめて払うという形になるので、事務的というか営業活動というのか、そこの負担がすごく大きく減ったりしてます。この農地中間管理機構を使って国は農家の大規模化を進めていこうとしてるんですよ。で、そこに1対1の従来からのマッチングで地道にやっている利用権設定が同時並行で残ったままになってると、なかなか農地の集約化が進んでいかないということもあって、全部管理機構で契約をまとめさせてくれと、少数の強い大規模農家をぐいぐい後押ししていく方向に舵を思いっきり切ったというところなんですよ。これってざっくりと言ったら大規模化の推進ですよね。強い農業を作るためには大規模化は欠かせない。そのためには小さい農家が分散しとったら実現できないから、農地をうまく集約していってやる気のある担い手に託していこうじゃないかと。農地の貸し借りについては農地中間管理機構が全て統括しますよと、そういう流れですよね。じゃあなんでそこまでして大規模化を推進しているのか、管理機構一本にして農地の集約化を進めてまで小規模農家をないがしろにするのはなぜなのか、小さな農家はいらないって言ってんのか、兼業農家とか副業でやってる農家とか趣味に近いような農業は消えろって言ってるのか、気になりますよね。農地中間管理機構の推進にはもちろんいろいろ反対意見出てるんですよ。地元の有力な農家がバカスカ農地を借りやすくなる一方で、新規就農者は農地借りにくくなるんじゃないかとか、管理機構の仕組みの中では生産者同士が持ってる農地を交換することで集約化を進めたりするということもあるんですけど、大切に土作りをしてきた農地を簡単に渡せるかいと、そんなの誰が応じるのとか、集約した農地を誰に託すのかということを地域計画っていう目標地図を作るために話し合いで決めていくんですけども、そんなのスムーズに話し合いが進むわけないじゃんとか、いろんな声が上がってるんですね。もちろんそういう疑問とか意見とかは分かりますよ。大規模化ばっかり推進しとるけど、いや違うだろ、小規模農家を置いていこうとすんな、多様性をちゃんと考えろよ、また現場を知らない官僚がなんかやらかしちゃってくれとるわ、そう言いたく気持ちは理解できます。ただ自分自身が農水省の政策を作る立場だったら、農業の未来を考えてどう舵取りしていくんだろうかなっていうことを想像してみてほしいんですよ。これ来年とか再来年の近い未来じゃなくて、20年とか30年先の農業がどうなっていくのかを考えてみてほしいんですよ。今農業者人口激減してます。法人も含めた農業経営体数は2024年時点で100万経営体を切りました。下回りました。これが2050年には20万を切ってくると三菱総合研究所が予測を立ててます。今から25年後には農家数が5分の1になるってことです。そんな中でも食料供給はなんとか維持しなきゃまずいぞという危機感は当然のようにあります。農業生産額は現在約9兆円のところでここ数十年推移してますけども、人口減少を加味して少なくとも8兆円程度は維持したい。これを生産する農家がどんどん激減していく中で、生産額をなんとか横ばいで維持していこうとする、この舵取りを農政は迫られてるんですよ。ここで普通に考えられる解決策は、1農家あたりの面積拡大、大規模化の推進。これ当然のように思いつきますよね。もう多様性を尊重するとか、小規模農協も守らなきゃとか、そんなこと言ってるステージじゃないよってことです。生産量とか生産額をなんとか維持していかないと日本沈没するよって。食料自給率30何パーセントとか、生産額ベースで見ても60%台、これを維持することがどれだけ大変なことか、ちょっと考えたらすぐにわかります。だから農政は大規模化に舵を切ってるわけで、大雑把な方向性としては間違ってないんじゃなかろうかと。国民が飢えないように豊かな食生活を送れるように、食料安全保障のことを考えながら少数の農家に農地を集約していって、なるべく好条件で耕作できるように応援してあげますよと。だから頑張って生産してくださいよと。そのために農地中間管理機構で農地集約の面からバックアップしようとしてるんですよ。地域計画によって農地を有効活用してくれる担い手農家を決めて、
その担い手に農地を集約していこうと、本人の意思はもちろん尊重されるべきなんですけれども、とにかく農家数の減り方が半端なく急激にストーンと落ちている状況なので、国はかなり危機感持ってると思います。今からあと10年後の未来想像できます？団塊の世代はほぼ確実に農業やってないですよ。農家数が今から10年後半分になります。もうドーピングだろうが何だろうが、この待ったなしの状況であれこれ文句つけてブレーキをかけとる場合じゃないと思いますけどね。言いたいことはいろいろあると思いますけども、危機感から生み出される政策だと思えば、まあまあ同意できる部分もあるんじゃないかなと思います。もう少しイメージしやすいように具体的に数字出していきますけども、2050年に農業生産額8兆円欲しいんですよ。で、農業経営体数は20万経営体を切ってくる、この状況です。8兆円を20万経営体で作り出さなきゃいけない。つまり割ってみると1件あたり4000万円の売り上げを平均で、そんな数字を叩き出さないと現状すら維持できない、食料自給率 40% すら維持できないってことです。もうこの数字だけ見ても大規模化は必須でしょっていう話です。農業に限らず人手不足時代に突入していく中で、農業人口だけが景気よく増えていくっていうのは到底考えられないです。おそらく20万経営体に向かっていくというのは確実でしょうし、もっと少なくなる可能性だってあります。その貴重な担い手に農地を集約しようとする方向性、無理やりにでも担い手として認定して、その人に対して農地を預けようとする姿勢、わかる気はしますよ。もちろん無理やり進めても、もう問題は噴出するでしょうけどね。ただここで一つ個人的な意見を言えば、大規模化一辺倒でいいとは全く思ってません。うちは1ヘクタール規模の小さな農家ですけども、間違いなく淘汰の対象ですよ。今の話からすると大規模化したくないとか、小さくてもいい、兼業でもいい、趣味的でもいい、そういう農業の関わり方だってあっていいんだけども、農地中間管理機構を通してじゃないと借りられないよっていう風になってしまったら、小規模を望む農家は農地が借りにくくなっていく、そういう可能性はあるんじゃないでしょうか。もちろん農業振興地域かそうじゃないかによって、おそらく運用のさせ方は違ってくると思いますので、このあたりはうまくやってくれると信じたいところですけども、零細個人農家も多様性を担う一角としてちゃんと生きていけるように椅子は残しておいてほしいと思いますね。結局は住み分けなんだろうと思います。農業振興地域のように大規模化とか効率化しやすいようなところではどんどん農地を集約していくべきでしょうし、そうじゃない中山間地域とか都市近郊の農業などは多様性が生きる別の道があるんじゃないだろうかと、このあたりを考慮した農地中間管理機構の仕組みになってくれたらいいなと、これは個人的に思います。ということで、令和7年4月から利用権設定が廃止されて、農地の貸し借りに関しては農地中間管理機構に実質一本化されると。農家が急激に減っていく中で、それでも国民への食料供給を維持していくためには大規模化効率化が欠かせないだろうという流れから、農地の集約化を推し進めようとしている国の危機感が見えるよねっていう、そういう話でした。もちろん問題はいろいろあるとは思いますけども、現場をあまり知らないとはいえ、官僚は私たちが到底及ばないような脳みそを持ってます。全面的に信頼はできないですけれども、ある程度の期待を持ちつつ、攻めの農政に期待しつつ乗っかれたらいいなというふうには思いますね。今農政が守りに入っちゃうと、おそらく日本は沈没します。今回の動画は以上になります。勉強になったと思った方はグッドボタン、新着動画を見逃したくないなと思った方はチャンネル登録の方も合わせてお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。